おはようございます。ケンです。今日はテスラのエネルギー事業に関するとても大きなニュースをお届けします。テスラといえば電気自動車のイメージが強いですが、実はもう一つの柱であるエネルギー部門が着実に成長を続けています。そして今回、その未来を大きく変えるかもしれない新製品メガパック3とメガブロック、これらが発表されました。 この二つの技術がどのように電力業界を変え、 テスラの成長を加速させるのか、今日はこれを詳しく見ていきたいと思います。最後に投資家目線での分析っていうのも話してみたいなと思っていますので、ぜひ最後までご覧ください。では内容に入っていきたいと思います。テスラのメガパックは再生可能エネルギーの導入を進めるために欠かせない大規模蓄電システムです。その最新モデルが今回発表されたメガパック3です。まず大きな特徴は、 容量が大幅に向上したことです。新たに採用された大型セルによって1ユニットあたりおよそ5メガワットアワーの貯蔵が可能になりました。これは従来モデルの約3.9メガワットアワーからの大きな進化です。 さらに、熱管理システムの設計が劇的にシンプルになりました。接続数は従来から78%も削減され、構造が簡素化されたことで信頼性が高まり、メンテナンスコストの低下も期待できます。そして、効率面でも改善されています。往復効率は91%と、補助電力を含めても高い水準を維持、これは再生可能エネルギーを 効率よく活用する上で非常に重要です。また、極端な環境にも対応可能です。マイナス40度から60度までの幅広い気温で稼働できるため、砂漠地帯から寒冷地帯まで世界中のあらゆる場所で導入が可能になります。つまり、メガパック3は容量、効率、耐久性、 これらすべてを強化した進化版であり、世界の電力網を支える基盤として、ますます存在感を増していくことになります。では次に紹介するのが、新しく発表された メガブロックです。これはメガパック3をベースにした全く新しい形のソリューションです。メガブロックはあらかじめ工場で設計、組み立てられた中電圧ブロックで4台のメガパック3を1つのユニットとしてまとめ、変圧器やスイッチギアも統合されています。 つまり現場での工事が大幅に簡略されるんです。具体的なメリットを見ていきましょう。まず設置スピードは従来よりも23%速くなりました。これによってなんと1ギガワットアワーのシステムをわずか20日営業日で設置できることになります。電力会社や自治体にとってこの短期間での展開は大きなアドバンテージです。 さらに建設コストも最大40%削減可能です。これは導入のハードルを大幅に下げ、再生可能エネルギーの普及を一気に加速させる要因になっていくでしょう。また、メガブロックは設置効率も抜群です。1エーカーあたり248メガワットアワーという驚異的なエネルギー密度を実現しており、 広大な土地を必要とせずに大規模な蓄電システムを運用できます。要するにメガブロックはより早く、より安く、よりコンパクトなエネルギー貯蔵システムを展開できる次世代のゲームチェンジャーと言えると思います。では、ここからは投資家目線でこの発表がどんな意味を持つのか これについて考えてみたいなと思います。まず注目すべきは、テスラのエネルギー事業が今後さらに大きな収益源になる可能性です。すでにテスラは世界で3 6アワーを超える蓄電システムを運用していますが、メガパック3とメガブロックの投入により、その規模はさらに加速していくことが見込まれます。特にテキサス州ヒューストンで新たに稼働予定の工場は、年間5 0アワーの生産能力を持つとされています。これは従来の スペースを大きく、上回りテスラが世界中の電力網に供給できるエネルギー貯蔵容量を飛躍的に拡大することを意味します。一方で課題もあります。 今回採用された大型セルは、テスラ自身が製造しているわけではなく、BYD や CATL といったサプライヤーに依存しています。これらの企業は同時にテスラの競合でもあり、この構造的ディスクは無視できません。それでもテスラには強みがあります。それはハードウェアとソフトウェアを統合し、システム全体を効率的に管理する能力です。すでに実績のあるエネルギー管理ソフトウェアを組み合わせることで、 他社との差別化を図り、高い利益率を維持できる可能性が高いです。つまり、 投資家の視点で見ると、エネルギー事業は今後、テスラの収益と成長を支える柱になる一方で、サプライチェーンの依存が中長期的なリスクになる。この二つをどうバランスさせるのか、これがテスラ株にとっても大きなポイントになるんじゃないかなと思います。では、ここまでテスラが開発したメガパック3とメガブロックについて解説をしてきました。メガパック3は、 容量や効率、耐久性を大きく進化させ、世界中の電力網をさらに強力に支える存在となります。そしてメガブロックは、より早く、より安く、より高密度にエネルギー貯蔵できる新しい形のソリューションです。メガパック3は、容量、効率、耐久性を大きく進化させ、世界中の電力網をさらに強力に支える存在となります。 そしてメガブロックはより早く、より安く、より高密度にエネルギー貯蔵できる新しい形のソリューションです。投資家の視点で見れば、この動きはテスラのエネルギー事業が新たな成長エンジンになる可能性を示しています。一方でサプライチェーン依存というリスクも存在しており、その点が今後の注目ポイントになっていくんではないかなと思いますけれども、皆さんは今回の発表をどう感じられましたか メガブロックはテスラの未来を大きく変える存在になると思いますかそれともまたまた課題が大きいなって思われますかぜひコメントで意見を聞かせていただければと思います。はい、では最後にテスラの株価をチェックしておきましょう。本日はあまり変わらずで、現在346ドルとなっております。はい、では本日の内容は以上です。今回の動画が参考になったと思われたら高評価をよろしくお願いします。僕の YouTube は毎日発信しています。僕の YouTube をご覧になってもらえば、テスラの情報はほとんども もらラすると思いますのでチャンネル登録がまだな方はチャンネル登録の方をよろしくお願いいたしますでは今日もご視聴していただきありがとうございますテスラのある生活を楽しんでいきましょうではまた推進です 9月18日に熊本で今年の夏最後のエコファクトリー株式会社のエコウィンこの体感会を行います。こちら僕も当然行きます。そして今回はスペシャルゲストが来ます。この方は僕よりも YouTube チャンネル登録数が全然多いですし、テスラの車系の YouTube をご覧になっている方ならきっとご存知の方が多いと思います。 ぜひね、体感されてみたいと言われる方は一緒に行きましょう。午前中はエコファクトリーで説明会と室内での体感会、その後は宇都市の方に移動してうど体育館での体感会をします。うど体育館は 全国で初めてエコウィーンが導入され、熊本で震災が起きた時に避難所として使われて、そこからエコウィンがすごいということで、全国の体育館への導入が始まりました。そんなエコウィンにとって大きな転換点となる体育館です。そこで体感をしていきたいと思います。熊本の参加希望者は僕の公式 LINE の方から問い合わせの方をよろしくお願いいたします。はい、では本日も最後までご視聴していただきありがとうございます。素敵な一日をお過ごしください。ではまた。